ナムコ、鉄拳3、プレイステーション版、鉄拳3、プレイステーション2、鉄拳5に収録されているアーケード版、鉄拳3を比べて比較します。家庭用とアーケード版、ハードのスペックなどの違いは、PS は S3C 出力、PS2 は D 端子出力です。それでは動画スタート。まずはオープニング比較いきましょう。オープニングどう違うのかね。アーケード版のオープニングはこんな感じです。でプレイステーション版実機の方はオリジナルのオープニング、家庭用オリジナルのオープニングです。それでは処理速度比較いきましょう。キャラクターをスタートしたところから処理速度開始です。カウンター始まりますよ。それではカウントスタート。はい、プレイステーション2さすがに早い、ロードない。はい、4秒。さあプレイステーションの方はプレイステーション2 4秒、プレイステーションは、はい、11秒58、約7秒差ですね。やはりここら辺はプレイステーション2の方が早いです。それではね、次キャラクターとステージの比較いきましょう。まずはレイ・ウーロン。やはりね、エスタンチ出力プレイステーション。はい、プレイステーション2 D 端子出力です。やはりすごくこう、はっきり映ってますね。発信がだいぶ違います。はい、エディカポエラ使い、エディ。
狭間陣でございます。行きましょう。テコンドーのバラ。はい、それではね、ロー行きましょう。
平八でございます。それではラスボスオーガでございます。まずは第一形態だ。ということでね、今回はプレイステーション版とプレイステーション2の鉄拳5に収録されているアーケード版の鉄拳3の方を比較しました。やはりね、ハードのスペックは全然違いますね、プレイステーションとプレイステーション2で。プレイステーションの時期の方はやはりね、オリジナル要素が、ね、あって鉄拳っぽいなっていう感じがあります。まあやはりあの D 端子出力と S 端子出力で発色の違いとかすごく出ましたね。プレイステーション2の場合はもうやっぱり D 端子がすごくはっきり綺麗に映っております。やはり S 端子の限界なのかプレイステーション時期ということで、今回はここまで。皆さんはね、もう少しエンディングお楽しみください。それでは別の動画でまた会いましょう。それではバイチャー。